千願寺は大韓民国全羅南道順天市にある仏教寺院。韓国仏教の第二勢力である太古宗の総本山である。また太古宗唯一の総林で太古総林と呼ばれている。以前は宗慶宗の第二十教科本寺だった。太古宗は九だらの時代の五百二十九年に阿藤王将が海川寺を建立したことをもって千願寺の宗建としている。 八百七十五年に、道づく国師が、現在の画乱の位置に寺を重装して、寺名を千眼寺に改名した。韓国天外宗の中高の祖と言われている大、大覚国師義天が千眼寺の大覚案に出席しながら、千眼寺を重装した。李氏朝鮮の大創による千四百七年の仏教弾圧の際、存続を許された八十八寺院の中に千眼寺の、 名前はなく、廃寺になったようである。清掃による1424年の仏教弾圧の際も、存続を許された36寺院の中に千眼寺の名前はなく、引き続き廃寺のままだったようである。その後復興し、1540年に一柱門を、重修した。文読、慶長の役の際、鉄仏、宝刀、太文門樹殿、宗慶門。 川屋だけを残し、あとはすべて消失した。その後の復旧は遅れ、1660年に高都市、京霊、文章によって8年越しの重修が行われた。1798年に解放店など7殿が重装された。1823年に本堂などが消失。解放、突案液修らにより翌年から重装を行った。 現在の建物の大部分はこの時建立されたものである。韓国併合後の1911年、寺説令施行規則によって朝鮮30本山に指定された。総慶州とは路線闘争や財産闘争を長年にわたって繰り広げており、暴力事件も起こっている。ありがとうございます。